早くやれ、こいつの仲間を殺せ。甘いんじゃねえか、ブチャラティ。ミスタのやつにせっかく知らせてもらったのによ。仲間を切り捨てても娘を守るため俺を倒す。それが任務じゃねえのか。幹部失格だな。くらえ。任務は遂行する。部下も守る。お前ごときに両方やるというのはそう難しいことじゃないな。早いな。確かに早い。お前のスティッキーフィンガーズだったっけかの方が確かにスピードは上のようだな。だがスピードを理解していないのはお前の方さ、ブチェラティ。息切れしてるよな俺。お前もだ、ブチェラティ。スタンドのエネルギーを全力疾走のように使ったもんでお互い体力を結構消耗してる。お前はそれを理解しないでとにかくスピードを出しまくった。じっとしていても老化は進行してるっていうのによ。馬力のある車ほどボディが温まるんだぜ。カロリー使うからな。賢明なお前には俺の言ってることわかるよな。体が温まりゃどうなるかをよ。ブチャラティ、氷が効かなくなってきている。どうするんだよ。え、お前に食らったこのジッパー、だんだん閉じてきている。顎のジッパーはもう消えた。どうした、肩こりで疲労でも出てきたか。スティッキーフィンガーズ、動きが見える。ナライズ、ブチャラティ掴んだ。これでお前らは皆殺しだ。そしてボスの娘は俺たちが手に入れる。承知の上だ。体が温まってくるのならな。捕まえられるのも覚悟の上だ。任務は遂行する。部下も守る。両方やらなくちゃならないってのが幹部の辛いところだな。覚悟はいいか。俺はできてる。まさか。せめえ、バカな。両方やるのはわけないことだ。お前をこの列車から追い出せるならな。老化さえ解除すれば5人の部下は復活する。トリッシュも守れる。てめえ、バカな。離せ。外は時速150キロだぞ。おいおい、掴んだのはお前だろうがよ。死ぬ気か。消せ。